野本明は、日本中央競馬会の元騎手、元長教師。主な管理場に1991年のエリザベス。女王杯優勝馬リンデン・リリー。2008年の宝塚記念優勝イシ心デピューティーがいる。宮崎県出身。長男、野本明義は、JRA 騎手。1940年、宮崎県北諸方郡の県業農家に生まれる。日本が、 太平洋戦争へ向かう時期にあたり、3歳の時には、父親が戦死し、囲碁部、中学校では、機械体操部に所属、後に、騎手、長教師となる、橋口幸次郎のおじが同校で教師を務めており、その勧めで騎手を志し、中学卒業後に、東京都馬寺公園の騎手養成長期課程に第7期生として入賞した。主な同期生には、池江康郎、高橋茂田だ。 吉岡八郎、福永校、徳吉一子がいる。理系は、北諸方郡の別の学校で、機械体操部に所属し、これ以前から顔見知りであった。1957年、京都競馬場、坂本雄二郎旧者所属の騎手候補生となり、翌1958年より、騎手デビューした。翌年には、松本勇級者、1969年には、 松屋朝之助厩舎へ移籍している。騎手時代に目立った成績はなく、晩年には、甲状腺ホルモンの過剰分泌に由来する病気で、長期休養も余儀なくされた。病気の克服後から調教師転身の準備を始め、1979年に調教師免許を取得。これに伴って騎手を引退した。騎手通算成績は2051戦209勝。 1980年、立東トレーニングセンターに旧社を開業した。同年10月4日に管理場ジョー・バブーンが初出走同18日に、ジョー・ソレムニスが初勝利を挙げた。1985年、カルストン・イーレンが京都大障害を制し、長教師として重賞を初勝利した。1991年には、第16回、エリザベス女王杯をリンデン・リリーが制し GI 競争初勝利を挙げた。起乗した岡純一郎にとっては、最初で最後の GI 優勝であった。なお、林田リリーは、約10ヶ月遡る1月6日、菅井直介を安城に出走した、購買賞で1位入選しながら、競争中に、束の進度を妨害したという判定で13位に、落とされ、当年より導入された、硬着制度の適用第一号馬ともなっている。 英心を冠名とする場所、平井豊光と関係が深く、平井が英心牧場を創業した後は、湯浅三郎、坂口正則、太宰義人と共に、主選級者の一つであった。平井の所有場では1990年代以末から英心ルーデンス、英心ィンセンスと重傷勝利場が相次ぎ、2008年には英心デピューティが春のグランプリ競争、 宝塚記念に優勝。自身16年半ぶりとなる GI 競争2勝目を挙げた2011年2月28日付で定年のため調教師を引退したカッコ内太地は GI 級競争。太地は門下生。カッコ内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。